小池都知事が入院。東京都が27日に小池都知事が過度の過労で入院したと発表しました。1週間程度の静養が必要だと説明がなされておりますが、小池都知事は今年の6月にも同じように過度の過労で9日間入院されておられましたけども、この小池都知事、睡眠時間が短いとされており、 コロナ禍への対応で、ま、疲れが溜まってしまってるんじゃないかと思われますがま、前回の入院時にもお話をさせていただいたと思いますけども、ま、都知事あれば部下がおりますので、部下に仕事を割り振ったりして、負担を軽減するべきでしょう。また、オンとオフをきっちりと分けて、休むときは休むように、ま、しっかりと休むように、 心掛けるべきだと思われますが、現状、小池都知事の働き方は、ご自身の、まあ、体調などに合っていないものと思われます。まずは、部下などの周りの方を頼っていただき、負担を軽減していただいて、ご自身が、まあ、無理なく働ける環境を構築していただき、このような、 ま、何度も過労で入院しなければいけないような働き方を改善していただくようにお願いいたします。小池都知事の回復をお祈りいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。